師の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。水曜日のこの時間はイベント広報隊のコーナーです。八戸市内で行われた様々なイベントなどの話題をご紹介しています。最初のイベントです。12月31日、八戸市早明町の蕪島神社にて蕪島神社カウントダウンフェスティバルが開催されました。蕪島神社本参会の主催によるこのイベント、今回で5回目、様々なステージイベントなども行われました。強風の吹く中でしたが、大勢の市民が初詣に足を運んでいました。それではこの日集まった市民の皆さんに、初詣でお願いをしたこと、そしておみくじの結果、そして新年の抱負などを伺いました。岩崎夏実です。近くのサメから来ました。田松貴子です。はい、サメから来ました。今は黒石に住んでます。はい、家族が幸せになることと、いい縁が巡り会えることをお祈りしました。周りの人がみんな幸せに暮らせますようにと願いました。はい、はい、2人とも小吉です。私は一番、恋愛がこの人を逃がすなと書いてあります。私は恋愛が感情を抑えようとあります。頑張ります。頑張ろう。はい、今年は小吉が出たんですけど、自分たちでも変えていこうと思います。大吉にしたいと思います。はい、川森瑠衣です。川森富子です。川森瑠衣です。川森沙羅です。慶次郎です。お札と、あとはいつものお財布に入れる、なんだ、黄色のお守り、ひょうたんお守りか、買いました。去年は商売の方が、春先向けておかげさまで順調だったので、今年も順調にいきますようにとお参りしました。去年は宿題、学校の宿題を頑張って、今年は部活も宿題も頑張りたいです。勉強をサボりすぎたので、で今年は受験生なので勉強をちゃんとやりたいと思います。昨年は就活で忙しくて、就職の大変さを学びました。今年はちょっと就職も決まったので、それに向けて一歩前進して頑張りたいと思います。当日は花火の打ち上げも予定されていましたが、この大晦日は強風のため延期となり、1月3日に打ち上げされました。この日は八戸市出身のロンドンオリンピック女子レスリングの金メダリスト、小原ひとみさんと夫の浩二さんも登場し、さらに会場を盛り上げていました。1月2日三日町八戸ポートレミュージアムハッチ1階ハッチ広場で、お正月イベントハッチのお正月が開催されました。書道パフォーマンスや大喜利、民謡、スポーツチームによるお正月対決などが行われました。このイベントのオープニングには、八戸東高校書道部書道ガールズ&ボーイズ23人の皆さんが、縦4メートル横7メートルの大きな紙に新春という文字を力強く描くパフォーマンスを披露しました。その他にももう一作、合わせて2作品を東高校書道部の皆さんが元気いっぱいにパフォーマンスを披露していました。それでは東高校書道部の皆さんにパフォーマンスの後にお話を伺いました。まだ1年生なので、すごい自分のことで精一杯だったんですけど、うまく書けたと思うので良かったです。お正月があったので字の練習はあまりできなかったんですけど、でも結構できたと思います。今年で私たちは3年生で引退になるんですけど、それまでまたもっと技術も向上させて、いろんなところでパフォーマンスができたらいいと思います。私たちは、
今2年生にたくさんのことを教えてもらって、来年1年生でも書道部を引っ張っていけるように頑張ります。たくさんの人に楽しんでもらえるパフォーマンスをして、自分たち自身も楽しんでできるようにどんどん技術を向上させていきたいと思います。高校生の元気なパフォーマンスにハッチ広場は大きな拍手に包まれていました。最後のイベントです。1月4日金曜日、八戸プラザアーバンホールにて、八戸市と八戸商工会議所主催による八戸市新年祝賀会が開催され、政治経済関係者らおよそ800人が集まり、市政発展を誓い合っていました。それではこの日の小林誠市長の新年の挨拶をお聞きください。皆様明けましておめでとうございます。今年は、いよいよ財産市会談が5月になると思いますけれども、青森県として、77年ぶりとなります、新たな国立公園、三陸復興国立公園の、編入という年に当たります。大きなイベントと捉えてですね、皆様ともどもまた八戸を盛り上げていければというふうに考えております。またもう一つでありますけれども、実は今年ですね、北海道そして北東北三県で、共同して取り組んでおります、縄文遺跡群の世界文化遺産登録の、政府のですね、ヨネス公園の推薦、これの絞り込みが行われるとしております。ぜひ、縄文遺跡群をですね、次の、世界文化遺産となるべくですね、関係者ともども努力をしていきたい、このように考えております。復興計画のですね、キャッチフレーズがより強い、より元気な、より美しい八戸であります。このキャッチフレーズ通りのですね、町に今後八戸がなっていくよう、皆さんともども今年一生懸命頑張らせていただきたいと思います。皆様にとって今年が良き年でありますことを心からお祈りをして、年度にあたってのご挨拶に対させていただきます。挨拶の後、鏡開き、そして乾杯が行われ、2013年の幕開けを祝っていました。以上、今週のイベント広報隊でした。毎週木曜日と金曜日にお送りしているオラフの地域自慢では、取材にご協力いただける方を大募集しています。地域のイベントや人物、名所などをラジオで紹介してみませんか？うちの町内会や地域を八戸中の人に知ってもらいたい。地域のお祭りやイベント、行事にもっとたくさんの人に来てもらいたい。うちの近所にはこんなすごい名人、達人がいるという皆さん、思い切ってラジオでアピールしてみませんか？BFM お邪魔隊までお気軽にご連絡ください。お邪魔隊スタッフが取材に伺います。取材した内容はお聞きのラジオとホームページの動画でご紹介します。ご連絡はコミュニティ放送局 BFM 電話番号 0178-72-393972-3939、ファックスの方は 0178-72-3738 72-3738 までお気軽に情報をお寄せください。お待ちしています。突撃八戸お邪魔隊、いかがだったでしょうか？この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか？明日のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。